濁り川カルデラの地形図、濁り川カルデラの位置濁り川カルデラ。濁り川カルデラは北海道森町にある直径およそ 2km のカルデラである。カルデラの中で最小の部類の濁り川型カルデラに分類され、濁り川型の名前の由来にもなっている。カルデラ壁は傾斜60度から70度、海抜マイナス1000メートルでの傾斜は約80度の乗後型で、 標高は最高で376.7メートル。カルデラ堤の標高はおよそ110メートル。地質は安山岩、デイサイトからなる。噴出物は、シソ奇跡核戦石安山岩質の軽石、火山灰。カルデラ内の地表は、河川堆積物で埋められているが、急火働内部は、火山採設物や、火山採設流堆積物で充填されている。濁りカーボン地内部には、 住宅の他農地が存在し、生活が営まれている。また、かつては、洋鉱山が存在した他随所から小規模な温泉が湧き出し、濁り川温泉がある。この豊富な地熱を利用した、総出力2万5 0 0 0ットの地熱発電所が、昭和57年から運転中である。活動時期は放射性炭素年代測定法により1万2000年、前と推定される。 水分の多い水蒸気爆発で始まり、プリニー式噴火から火災サージを噴出する爆発的噴火に移行し、カルデラが形成された。カルデラ形成後は外部由来の水分との接触による爆発的噴火が繰り返され、マグマ水蒸気爆発が起きた。噴出量は10.9キロ立方メートル。噴火活動との関連は不明であるが、2012年から2013年、 M3.6 を最大とする群発地震活動を観測している。土井10.18940火山48.3259ありがとうございます。